私メガスタで随分昭和女子大学を褒めてるんですけど、そこのコメントで、昭和女子大がもし男女共学の大学になったら最強じゃねみたいなコメントがあったんで、そこから妄想を膨らませて、すでに社会的評価の高い昭和女子大なんですが、男女共学になったらどうなるんだろうというのを妄想してみます。なおこれはすべて私の頭の中の空想の話、フィクションですので、くれぐれも、えー、昭和女子大様に問い合わせないでください。 私の空想の世界です。現実問題として昭和女子大が男女共学になるというのはあり得ないと思うんですけれども、男女共学にもしなった場合の最大のネックは大学の名前ですね。昭和大学になってしまう。これ、東京女子大とか、日本女子大とか、京都女子大とかも、そのまま女子を取ってしまうって共学になると、他の大学になってしまうんで、まあそういう名前にはできませんが、 ここで私妄想を膨らませまして、昭和大学になってしまうんだったら、昭和大学と、えー、合併してしまえばよいと。昭和大学ご存知の通り、医学部の大学なんですけども、もしこのですね、今ある昭和大学の医学部、私学部、薬学部、保健、医療学部とくっついたら、確かにすごい大学になるんじゃないかと。まあこれに男女共学になった、えー、昭和、かっこ女子大学、現状、 国際学部、グローバルビジネス学部、人間文化学部、人間社会学部、環境デザイン学部、食健康科学部で構成されてますが、まあ、心理、福祉、食健康あたりは医学系と誠に相性が良い。ということで、統一法人で別々の大学になったり、あるいは真剣に統合すると、割と強い総合大学になれるなと、空想をですね。 妄想を考えております。あの、現実に男女共学になったり、たまたま名前が似ているだけの昭和大学と合併というのは、まあ、あり得ないということは強調しておくんですが、今後少子化の中で銀行の合併みたいなこといや,いやですね、自治体の合併みたいなことが、まあ、起きないとも限らないので、こういうのは、そのシミュレーションしとくだけなんですね。頭の中で考えとくだけでも、まあ、今後起きうる事態に対応できるんじゃないのかなと。 さて、現状、昭和女子大は誠にうまくいっているので、全くいじる必要ないんですが、もし改装した場合だ、場合というのを、まあ、これも妄想でございます。昭和女子大もちろん良いんですが、基本的には文学、家政系の女子大の学部構成を発展させてきたために、一般的な総合大学に比べて、まあ、学部の名前が特殊であると。国際、グローバルビジネス、人間文化、人間社会、環境デザイン、食健康ということで、これを、 スタンダードな学部名に変えてしまうと。まあ男女共学になるならばですね。いうことで、まず、文学部作ろう。これもともと人間文化学部、文学部だったはずなんですけど、こういう名前になってますが、まあ日本語日本文と歴史文化なんで、文学部にする。で、国際学部はそのままです。グローバルビジネス学部は経済学部と経営学部にする。人間社会学部の現代教養を無理やり法学部にする。 人間社会学部の初等教育は教育学部にする。で、えー、福祉社会とか現代教養あたりをくっつけて社会学部を作る。環境デザインに情報系を増やして理工学部を作る。食健康科学部は栄養学部にするという改装案を妄想してみました。なんだか関東学院大学の学部構成と似てるような気がしますが、こうすると、まあ武蔵野大学みたいな総合大学に見えますね。 あのやれということではないんですけど、やるとしたら、今の昭和女子大の学部構成で、まあ、このように総合大学として、まあ、他大学と似たような雰囲気にはできる、まあ、これをやってしまうと、でも、男女共学の中堅総合大学、東海大や日大やですね、そういう感じになってきて、神奈川大とか、関東学院とか、そういう雰囲気の学校になってきて、その昭和女子大らしさはなくなっちゃうから、やらないんだろうなとは思います。まあ、現状の学部構成は 昭和女子大っぽいんですよ。このオンリーワンなんですね。で、でも、そういう伝統的な学部がないことのデメリットが僕があるなと個人的に思ってるのは愛知宿徳大学です。ここは女子大だったのが、えー、1995年に男女共学になりで、昭和女子大もそうなんですけど、その女子大らしい文学系からですね、どんどん学部を増やしていって、巨大な総合大学になりました。愛知宿徳大学は、 文学部、人間情報学部、心理学部、創造表現学部、健康医療科学部、福祉貢献学部、交流文化学部、ビジネス学部、グローバルコミュニケーション学部、で、今度、えー、栄養系が食健康科学部ということで、とにかくですね、この愛知宿泊、学部の名前が長い、で、マニアックな分野ばっかりに見えるという、まあ、拡大の仕方をしまして、総合大学でありながら、経済学部がない。で、経営学部はまあビジネス学部があるとして、 で法学部がない。法学部ないと、やっぱり公務員出ないんですよ。弁護士はあんまりならないにしても、地方公務員が出ないで。あとは理工学部がない。医療系はすごく増えてる気がするんですけどね。で、この愛知宿徳大学、まあ、おおむね成功してる大学だとは思うんですが、経済、法、理工がないと、やっぱり名古屋の南山愛知中京名城の牙城は崩せないだろうというふうに思うので、先ほどの昭和女子のマニアックな学部がいっぱいある総合大学っていうのは、 伝統的な学部ばっか揃えている総合大学に比べると、まあ、見劣りしてるように見えかねないのかなという気もしないでもない。ここからはさらなる妄想で、女子大の中には学生募集で極めて苦戦している大学が増えています。なので、もしもあの女子大が男女共学したらどんな名前になるのかというのをいっぱい並べてみましたけど、えー、白百合大学とかですね、これで男女共学か和洋大学、アトミ大学、正直、 大妻大学、共立大学、実践大学あたりは起きうると私は思います。えー、あとはまさかのお茶の水大学。どうでしょう国立女子大が男女共学のお茶の水大学になるのか、まあ、それだったら早く東光大連合や一橋と合併した方がいいのかなと個人的には思うんですけど、大妻共立実践あたりは武蔵野的なことをやる可能性がなきにしもあらずどうかな、えー、あとは鎌倉女子大が鎌倉大学になる。 これは全くブランド下がりませんね。あとは、えー、愛知県の岡崎女子大が岡崎大学になるとか、関西だと京都工科大、平安女学院改め平安学院、大阪松陰、梅花、園田学園、えー、まさかの向川大学と、広島なら安田大学、あと福岡だと福岡学院と筑紫学園、えー、女学院、女学園が変わるとですねで、これもですね、完全に妄想なんですが、この表のどこかはやるだろうとは思います。 今後、まあ、受験生が減ってきて、男子入れて共学になるかっていうのを、この中のどこかはやるというのが私の予想です。